はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、お客を改善する方法ということですね、お届けしていきたいと思います。はい、まあね、先日もね、ショート動画でもね、お届けした内容なんですけども、まあ、こちらの方のね、動画ではですね、もう少し詳しくね、お届けしていきたいと思います。まあ、お客で悩んでいるとかですね、もしかしたら自分もお客かもと思われる方はですね、ぜひ最後まで見ていただいてですね、まあ、簡単なできる方法もお届けできたらなと思います。まあね、お客というとですね、一昔でいくとですね、まあ中高年から年配の方にかけてですね、起こりやすい症状って言われてたんですね。まあ僕が開業したのが12、3年前なんで、まあその頃で言うとですね、まあ50代から60代の方がですね、病院行ったら変形性膝関節症、まあ膝関節症ですね、そういった症状で言われて、膝がですね、こう気をつけしたらですね、膝だけがですね、こう空いてしまう空白があって、このアルファベットの O ですね、そういった形でこう O 脚って言われる方が多いみたいなんですよね。で、最近この10年ぐらいでいくとですね、まあ、20代から30代特に女性の方がですね増えているっていうことなんですね。まあね、あんまり自覚症状としてはないかもしれないんですけども、まあ、年齢を重ねていくとですね、この O 脚っていうのはですね、放置していると膝関節、股関節、足首のですね不調をきたして、下手をすれば膝関節症であったり股関節症といってですね、まあ、人工関節まで行きかねない症状なんですね。まあ、私は今大丈夫とかですね、ちょっと気になっているけどどうしていいかわからないとかいう方も非常に多いんですよ。で、僕のところでもですね、そういう O 脚を改善することもできるんですけども、まずあなたがですね、O 脚か O 脚じゃないかっていうのも、ね、自覚症状もしていただいてですね、このまま放置しているとちょっとこれやばいかもって思ってほしいと思うんですよね。別に煽るつもりはないんですけども、僕が今まで見てきた中でですね、まあ、50代、僕が世代ですね、僕たち世代の50代の方はですね、もうおそらくなんですけども、やっぱり O 脚になっている方はですね、その20代30代からですね、そういうのあんまり気にしてなかったっていうことをよく聞くんですよ。で、この O 脚の主な原因からね、お届けしていきたいと思うんですけども、遺伝的な要素とかですね、あと筋力のバランスの乱れ、姿勢の悪さ、生活習慣とかですね、まあ、4つあるんですけども、遺伝子的な要素っていうのがですね、2割から3割程度なんです。例えばですね、お母さんが O 脚だったら自分も O 脚、おばあちゃんが O 脚だったら私も O 脚とかいう遺伝的要因がですね、2割から3割、たった2割なんですよね。で、あと残りの7割から8割がですね、まあ、後天的な現象と言われているんですね。だからですね、姿勢の悪さ、筋力のバランス、生活習慣の乱れですね、こういったものを改善すると O 脚は治ると思ってます。はい、まあ、2割3割というのはですね、僕的に感じているのはですね、僕その全部が治らなくてもほぼ可能性としてはですね、O 脚のその隙間、膝と膝、両膝の隙間ですよね、その隙間が狭くなるというのは確実にできると思っているんですね。で、これはですね、開けば開くほど負担がかかると思っていただけたらなと思うんですね。なので O 脚のその両膝のですね、隙間ですね、それをなるべくなら減らしていくということが僕はですね、最良、最善かなと思います。で、この O 脚の対策っていうのはですね、まあ、簡単に言うとですね、背筋を伸ばして骨盤を正しいポジションに置くっていうのがですね、一番のポイントなんですけども、なかなかこれを言葉で聞いてもね、ぼんやりしてわからないと思うんで、ちょっと説明していきますね。で、あとはですね、足の筋力のバランスを鍛えるっていうことも大事、特に内ももですね、内転筋ってよく言われる筋肉なんですけども、内ももを鍛えるっていうのが大事、それをその筋肉を鍛えることによって膝の安定性が向上することによって O 脚が改善していくっていうことなんですね。で、先ほども言いました、その骨盤の正しいポジションって何って呼ばれると思うんですけども、簡単に言うとですね、まあ、こうやって座っているじゃないですか。座っててですね、まあ、結構こうデスクワークしているとこの背中がですね、こうなりやすいんですね。こうなる時点で骨盤がこう傾いちゃう。骨盤をよく立てるって言われるんですけども、こういう感じです。尾底骨、お尻の骨で立つような感じ、骨盤を立てる、これが正しいポジションなんですね。で、こういったものも踏まえてですね、今からね、具体的な対策っていうことをお届けしたいんですけども、これはストレッチや筋肉トレーニングですね、そういったものを行う。先ほども言いました内ももの筋肉、内転筋ですね、あとはお尻の筋肉なんですけども、これはですね、また概要欄に貼っておきますね、コメント欄にも貼っておきます。こういったストレッチであったりとか筋トレをすることによって、内ももお尻の筋肉を鍛えることによって、この O 脚がですね、この膝と膝の隙間がですね、ぎゅーっと締まりやすくなってる。正しい骨盤のポジションですね、ここです。はい、このポジションでいてるとですね、O 脚が改善していくということで
ですね。あとはそのスクワットとかもおすすめですね。スクワットも、ぜひ、ね、取り入れてほしいと思います。だから僕のショート動画でもお届けしているスクワット、ウォーキングとかもそうなんですけども、後でウォーキングも出てくるんですけども、そういったものをしているとですね、横脚っていうのは自然に改善してくるんですね。はい、でその次2つ目が今言ったウォーキングやランニングを続ける、これもね定期的に継続するっていうことがポイントです。今日やったから明日やらないとかはダメです。はい、毎日ウォーキング、毎日ランニングをしてください。はい、で定期的な有酸素運動はですね、足の筋力を向上させて姿勢改善にも役立つっていうことなんで、こういった姿勢もですね、筋力をつけることによってこう立ちやすくなるね、骨盤が立ちやすくなる、これもですね、期待している効果なんですよ。で次3つ目がですね、正しい靴を選ぶってことですね。靴もね、正しい靴選んでください。見栄えのいい靴だけではなくてですね、しっかり自分の足を保護するための靴っていうのをですね、選んでいかないとですね、足の形に合っていない靴を選ぶとですね、えらいことになるんですよ。で足の安定性もですね、姿勢のサポートにつながるから、少々こうデザインがいいなとかですね、形が可愛いなで選ぶのはですね、まあ、これ20代ぐらいからそれでいいと思うんです。30代以降はですね、そろそろ機能性重視ですね、選んでいただけたらと思います。僕もですね、だから何て言うんですかね、サラリーマンの時に先のとんがった靴履いてる人おったんですよ、男性でね、いて多かったんですよ、会社で、ね、通勤してる時とか。僕もあれを見てるだけで僕はですね、苦手なんですよ、ああいう先がとんがった靴って。僕昔からなんか苦手だったんですね。まあこれは僕のですね、好みかもしれないんですけども、 今でこそです、ね、さらに嫌なんですよ。足負担かかるやんみたいなね。だからなるべく革靴はですね、僕はもう本当に、そういった場にしか履かないようにしてるんですけども、常にスニーカーですね。はい、で歩き方を気をつける、最後ですね、歩き方を気をつけてくださいということですね。これヒール履いてる方とかはそうなんですけど、膝がですね、曲がりながら歩いてるとかですね、もうこれ膝に負担かかって、またこれ横脚であったりとか、これ逆の膝に負担かかったりとか、さらに膝を痛めるんでね、なるべくなら綺麗にこう歩いてほしいなと思うんですけども、歩く際に外側の筋肉を使いすぎないようにしてくださいね。もうそういったものがですね、こうどんどんどん横脚にしてしまうということになりますんで、そういった、ね、歩き方もですね、気をつけていくだけでもですね、横脚が改善していきます。あとはですね、まあ、セルフケアというかですね、この横脚改善するためのですね、セルフケア動画というのもですね、コメント欄にもね、貼っておきますので、今回僕はですね、この説明だけでね、ちょっと詳しくお届けしたいなと思ったんですよ。なぜかというとですね、このセルフケア見ただけでですね、なかなかやってみようというわけにいかないんですよね。なぜ横脚を直さないといけないかというところがめちゃめちゃ大事なんですよね。僕はそこは本質だと思うんですね。横脚を直さなかったら骨盤が歪んだりとか、そのまま膝関節症ですね、最初に言って膝関節症、股関節症、足首の痛み出てくるんですね。まあ、言えばですね、骨盤から下の不調が出てくるっていうことなんですけども、特に女性の方はですね、そこが何が起きるかというと冷え性なんですよ。足が冷えてむくんでしまうということなんですね。むくんでしまうとどういうことかというとですね、足に余計な脂肪がつくっていうことなんですよ。で余計な脂肪がつくことによって冷え性になっていて、骨盤も歪むし、どんどん次お腹もぽっこり出たりとかですね、次どんどん姿勢が悪くなってくると、これね、横脚を早く直さないとですね、気づけば僕たち世代になってくるとですね、えらいことになるということなんですね。そこを踏まえて横脚を直すか直さないかっていうのはですね、ご自身の判断でですね、コメント欄に貼っている、まあ、セルフケア何本かお届けしておきますので、よかったらそちらの方を見てですね、一回実践してほしいと思います。でちなみに僕のお店のですね、横脚改善メソッドっていうのはですね、まあ、骨をボキボキしません、筋肉のねじれを取り除く、足だけではなくて先ほども言った骨盤プラス上半身の歪みも取り除いてですね、根本的に改善するっていうのが僕のところの、コンセプトなんですね。まあ、こちらに貼っておこうかなと思うんですけども、横脚が今まで改善した事例たくさんあるんですけどもね、見てもらいながらですね、もしよかったら、コメント欄に相談であったりとか質問していただけたらですね、アドバイスできると思いますし、僕のところに、ね、来ていただいて横脚改善することもできますので、ぜひ年齢を問わずですね、試してもらえたらと思います。はい、まあこれですね、今日は終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。